疲れ様です。ノードライブチャンネル林です。暗い、ごめんなさいね。全然表情とか見えないかもしれないんですが、今日が3月の27日、月曜日です。今日朝撮ってたんですが、いらんこと言うてたんで撮り直してます。で、用事あって今出てるんですけど、今日ね、前の会社の応援行きまして、ほんで終わって帰ってきたんですが、終わって帰ってきて、昼ぐらいに終わって帰ってきて、で保険の切り替えの手続きに役所に行ってたんですよ。で、2時ぐらいに、紙取って受付に出してですね、そっから3時間ぐらい待ちまして、そんな待つっけって思って、そない待つかねと思ったんですが、3時間かかって、ほんでようやっとその前に俺まだマイナンバーカード申請してなかったんですよ。もうしなあかんなとは思ってるんですけど、ずるずる引っ張ってもうて今に至るんですが、もうさすがにしようかなと思ってるんですが、それは置いといて、マイナンバーカードを持ってないのと、マイナンバーを通知した紙、通知書類、申請書類じゃなくて通知、あなたの番号これですよっていう通知書類が行ったんですけど、それが見当たらなくて、やっべえ思って、で、保険の切り替えのとこよう見てたら、住民票にマイナンバーカード記載できるから、それでええよみたいな書いてあって、行ったんですよ。めっちゃ混んでて、多分マイナンバーカードの申請かなんかやと思うんですけど、窓口は別なんですけど、お渡し窓口みたいなのが一緒で、激ゴミしてまして、3時間ぐらいかかったんですよ。ほんで5時にようやく受け取って、急いで、健康保険のところ行って、健康保険というか、保険の切り替えができるところに行って、提出して、で、ちょっと書類が足りなかったんで、明日、また行くんですけど、いやー、時間かかるね。あれ、受付の人も大変やろな、思って。もうやってもやっても人数減ってへん気しましたもん。でも受付とかで業務してる人らってもう待たれてんの分かってるから、えげつないぐらいのプレッシャーやろうなと思って、嫌やろなーっていう感じで、時間かかったですけど、なんとかできたんでありがたかったです。てな感じで、久々に役所に行ったら、やっぱあかんすね。役所関係っていうのはやっぱ早め早めでやっとかんとあかんすね。焦るわ、あんだけかかったら。真っ暗やな、ほんま。すいません。時折映ってるか。もうカメラが顔認識してないの。時折認識してるな。ほんで、今終わって、ちょっと今日現場行ってて、もう一人、別の、応援の方と乗り合いで今日帰ってきたんですよ、俺の車でね。その方がちょっと服を忘れちゃったんで、今届けに、そんな遠くないところなんで、届けに行ってる最中です。にしてもあれやね、今日寒いね。朝めっちゃ寒かったね。昼ちょっとあったかなって、今夜になってまたちょっと下がってきて、やっぱなんか服がわからんっていう感じ。作業着の上にこれ着てるんですけど、これ脱いだらちょっと寒いなっていうぐらい。いやー、わからんね。で、とりあえず明日また保険の切り替えの続きやって、明日で終わるかなっていう感じですね。明日やって、明日でおそらく終わって保険の切り替えが完了すると。
いやそれ終わって、あとまあちょっとぼちぼちしてやっていかなあかんかなっていう感じですね。いろいろやっぱ書類面で大変ですよね。勤めてた会社を辞めて新しく移動しようと思ったら、はあ、そんなこんなでもう時間かかったな。予想外でしたわ。今日中に全部終わるかなと思ってたんですけど、まあ俺が行った時間もあかんしあれなんですけど、ダメだったね。で、明日がとりあえず仕事ないんで、もうその切り替えで明日で終わらせて、明後日が、親父と現場枚方の方に行きます。ほんでからちょっと予定はないけど、4月病院が目白押し、5、6回行かなあかんのっすよね、病院に。おお、飛ばすね。60キロってことを忘れてるな。そんな感じで病院がちょっと目白押しなんですよね。何回かな、まあ、結構行かなあかん。で次注射の薬、俺の先端巨大症の注射の薬を受け取るときはもう1ヶ月分じゃなくて2ヶ月分ぐらいもらえるようになってるんですよ、次からはね。まあ、これまではちゃんと自分で打ててるかっていうのと、毎月の血液検査とかあったんで、それの確認もせなあかんかったんで毎月にしてたんですけど、次異常が、血液とかあと肝臓の数値とかに異常がなければ、もう次から2ヶ月に1遍ぐらいでいいように、薬も2ヶ月分渡しますよっていう話になってて、だから4月の次のその注射をもらいに行く日ですね。でうまいこと言ったらそんなに病院の回数も減るかなとは思うんですが、4月に俺心臓の方もありますんで、ホルター心電図1日心電図測るやつを体につけて生活してくださいっていう検査があるのと、あと循環器内科の先生にも話を聞きに行かなあかんっていうのもありまして、で今ちょっと嫌やなと思ってるのが、次の血液の結果ですね。だから今月受けた血液検査の結果が次の病院、4月に分かるんですよ。そこで白血球の数、これ前言った思うんですけどね、独り言で白血球の数が今俺人より 1.7 倍ぐらいありますよということを前言われたんですよね。でこれを次のとか次の次もあんのかな、結果見て、減ってなかったら、ただ俺タバコ吸ってるんで人よりかは高いんですけど、 1.7 倍はちょっとうんっていう引っかかってるって言われて、減ってなかったりもしくは増えてたりした場合は、血液の精密検査もしなきゃいけなくなりますって言われて、もうオンパレード、なんか頭の中に腫瘍残ってるわ、心臓の方で病気あるわ、血液悪いかもしれんわって、オンパレードですよ。どれもまあまあ致命傷 笑えるわほんまぐらいのちょっと病気がいっぱいいっぱい、なんか調べるたんびに出てくるっすね。嫌やなほんまに。いやもうほんまなんかこれ以上病気見つかったらもういかんでええんちゃうんって逆に思う。もう俺の体がギブアップしてんちゃうんって思ってしまうぐらい病気ばっかり出てきてる。まあまだね、血液のやつは分からんすけど、出てきたらもうね、もうかかってこいやな気持ちでね、病気なんてかかってこいと、もう頼らんからお前ら来てみろみたいな
薬に頼らんわいっていうぐらいの気持ちになる可能性すらある。だってしんどい、病院に行くのがめんどくさいっていうぐらいの気持ちです。まあ多分タバコ吸ってるがゆえかなとは思う。まあ素人考えなんで、こんなん素人考え危険なんでね、お医者さんの話をちゃんと聞かないといけないんですが、ただ一つだけ分かってることは、タバコやめれないんですよ俺。多分やめなさいって言われても嫌ですっていう、無理ですっていうと思います。タバコやめるぐらいやったら薬やめるわいぐらいの気持ちになっちゃうので、ちょっとね、タバコやめろって言われるかどうか今ドキドキしてる。まあ禁煙しましょうとはずっと言われてるんです、言われてるんですけど、吸ってますけどね。これだから世間のお医者さんが聞いたらブチ切れるんでしょうけどね、体のためにも思って言うてんのにっていう話ですけど、精神安定剤ですからタバコって。俺でもう立派な中毒者みたいな、ニコチン中毒なんですよ。なんでやめれない、どうしよっかね、タバコうんぬんって言われたらほんま。まあそんな感じです。はい、皆さんもタバコやめって言われたらやめた方がいいですよ。命に関わってくるような事態ならね、皆さんはやめてください。俺はやめへんけど、うん。なんか軽くホラー映画みたいになってないか、この暗さ。まあ、やっか。だけど本日もご視聴いただきましてありがとうございます。まあ、もう寒暖差ほんまに激しいんで、気ぃつけてください、ね。あと、花粉症の周りの人たちがだいぶ辛そうなんで、まあ、どうしようもないんでしょうけど、耐えてください。春を乗り切ってください。花粉が収まるまで頑張ってください。で、日々の中でちょっと時間があれば、ノーザブのサーフィンの動画、ノーザブの穴、今日も言わないにゲーム動画に Vlog にショート動画、よく言えたを見ていただいて、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。TikTok、Instagram やってます。エンディング画面の左下にアカウント名載ってますんで、そちらで検索していただいたら、出てきますんで、ぜひフォローね、していただけると嬉しいです。はい。それではまた後日お会いしましょう。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしく。あんたが大将言え。あ、ミスった。あんたが大将。